どうも、アリスキタラです。今回もセインツエアレジェンドオブジャスティスやっていきたいと思います。で、今回はストーリーいきたいと思うんですけど、前回アテナ神殿の最後、クリアしたんですけど、戦力が足りなくて次のステージに進めなかったんですけど、まあ、戦力、上がったんで、次のステージ進みました。で、海底神殿ですね、の方に入りましたね。ワールドマップで見るとこれ、マップ切り替えで人間界と海界ってあるみたいですけど、まあ、ポセイドン編ですね、の方に入りました。なんで、ここから、まあ、ちょっとやってるんですけど、26の、8の方行きたいと思うんですけど、なんとこの海底神殿の方から、4の倍数だと思うんですけど、敵の編成が、2チーム出てきますね。敵が2チーム出てきます。なんで、それに対応して、まあ、2チーム作るという感じになってますね。で、まあ、将来的には3チームとか多分出てくると思うんですけど、とりあえずまあ2チーム必要ということで、1チーム目は今まで使ってた聖夜パーティーでいきたいと思うんですけど、2チーム目はまだ未完成な変なパーティーを使っていきたいと思います。ただ、敵の戦力に関しては、まあ1戦目は 9021K。で、2戦目は 3227K ということで、2戦目の方が大幅に弱いですね。なんでまあ、1戦目を、なんとか勝てれば2戦目の方が勝ちやすいのかなと思ってます。じゃあ、それでは、まずは1戦目が問題なんで行ってみたいと思います。じゃあレッツラゴー。 26-8 だから2チーム考えていかないといけないですね。ここに入ってから、あー強え。1戦目がやばい。1戦目絶対やばい。これここ入ってから1日キャンプ張ってますね。あでもいけそうじゃないか。あやべえと思ったけどいけるチャンス。あーちょ嘘ちょ待って今いけたかと思った。最後誰だ、モーゼスか。あモーゼスだ。くー今いけたと思った瞬間やられたわ。モーゼス強いんすよね。いやもう何もかもが強いけど、あーさっきの奇跡だったのか、まぐれだったか。あ、ちなみになんですけど、聖夜の方、クロス最大にすることできましたね、ようやく。あ、チャンス、チャンス。どうこう打って。聖夜もう一発、聖夜もう一発、もう一発、あー、打てない。聖夜クロス強化最大まで行ったんで、奥義の待機時間が、なくなってるんですけど、3回まで。2発目が打てないな、その前に。それはいいんですけど。一回二発目打ちたいんですよね。二発目打ちたいけど、他がちょっと耐えれてないんで、二発目が打てれない。どこがちょっと倒されると厳しいっすね。盾役なんで。いやー、アルゼバランとかアルゲティとか育ってないんですよね。チャンス、これチャンス。ちょっとモーゼスが怖い、モーゼスが怖い、モーゼスが怖い。ちょっとモーゼス。くー、またモーゼスだよね今。強いんだよなモーゼス。モーゼスにシリウスのめまいが入ってくれればいいんですけど、シリウスのめまいかアステリオンの沈黙。まあ、モーゼスは多分硬いんで HP 多いと思うんで、シリウスのめまいもモーゼスに行きそうな気はするんですけど。HP 比率が高い相手に対してめまい打つんで、シリウスの方が。あー！打ったけど、バルゴンシュンなんとかこれ、無理かな？無理かな？無理だな。いや、ちょっとすごい惜しいんだけど。ちょっと、一個前でキャンプ張ったんで、ここはキャンプ張らずになんとか頑張っていきたい。さあ、アステリオン。シリウスのめまい。オッケー。モーゼスに入ってる。チャンス。二発目打てた。チャンス。もらった。よし。ああ。というわけで、てってれーとか音楽ならずに、二戦目ですね。で、敵の陣営の方は、
うん、画面がちっちゃいな。ドーコ、ミスティ、氷河に、カミューと、誰かわかんない人。使ってないキャラ、ディオだっけ？わかんないや。ディオじゃないな。なんかわかんない人。で、編成の方は2戦目はとりあえず、まあ、比較的凸が進んでるキャラを使っていきたいと思います。縦役に、ミスティ・モーゼス。で、アタッカー枠にシュラとアイオリア。と、あと状態上ですね、凍結を与えるカミュで、行ってみたいと思います。だ、戦力的には、まあ、これ倍もいってないんですよね。1895K なんで。で、1戦目は4倍近いんで、まあ、それに比べたら、ちょっと比較的楽にいけるんじゃないかなと思ってるんですけど、じゃあ行ってみましょうかね。どうなることやら。あ、向こうもそうですね。カミューがいるんで。さ、シールド貼って。シールド、ミスティシールド、ナイス。いや、もう、結構前にこのパーティー使ってたような、パーティーですね。あー、どうこの、百竜派にはやられちゃうか、やっぱり。言っても戦力は、向こうのが、だいぶ高いんで、あと問題はあれですね、装備が揃ってないんですよね。これ装備付け替えできんのかな？うわー、厳しいな。2戦目も厳しいな。ちょっとでも懐かしい感じの、敵の強さ。じわじわとやられていく感じがなんか懐かしさを感じるやられ方ですね。もうここ最近は、秒でやられてるんで、なんか秒でやられないところが懐かしいですね。なんかただいけねえな、なかなかこれ。シュラーどう、ダメージがなんかいや、これ厳しいな。編成ちょっと変えた方がいいかな。これ装備付け替えたりできるのかな。ナイスシールド。凍結、神の凍結、あー、神の凍結が。あー、そうか、ここ戦力的にあれなんで、カノン入れていきますかね。カノンも使えるか。戦力の足切りないんで、ああ、再挑戦しちゃったわ。カノン入れて、開幕の凍結を防ぎましょうかね、これ。神凍結、撃ってほしいな、撃ってない。どうしようかな、これ。アイオリアかシュラオの代わりに、アイオリアを外して、で、代わりにカノンを入れましょうかね。で、開幕のカミューの凍結を防ぎたいんで、真ん中に配置して。いや、これ装備の付け替えできないのか。ここ一旦出ようとすると、退場するとクリア済みの成績が取り消されますということで、一戦目の勝利がなくなっちゃうんですよね。またやり直しということで。なんで装備は、事前にやっぱり2チーム分、装備させておく必要があるという感じですね。しょうがないですね。装備の付け替えはできないということで、このまま行きましょう。じゃあカノンで凍結を防いで、ナイス !3 つ入ったな、向こうに。さあシールド貼って、悪くない感じで来てる、ここまでは。さあシュラー、ナイスダメージなのかわかんないけど、おー、ナイス凍結。あー、ちょっと待って、オッケー、倒したか。オッケー、いける、これはいける、もらったな。どうこの百竜派が来るけど、オッケー、いけましたね。 あっさり。カノンがやっぱり強い、素晴らしい。いい感じで向こう凍結してくれましたね。そしたら次のステージ行きますかね、とりあえず。あ、戦力の足切りは大丈夫。あ、強え。こっからまたなんかいつも最近のやられ方ですね。やられっぷり。ああ、もうどうこが溶ける溶ける。まあちょっとここはリタマラして何度かやっ
ていけばクリアできるかもしれないんですけど、結構強いんで、もう4の倍数とか関係なしに強いですね。あー、どうこ、もうちょい頑張ってくれれば、ちょっといけそうな気配もあるけど、やっぱダンテが強いんだよな。ダンテがアルゲティ入れた方がいいかもしれないけど、戦力が足りないんですよね。あ、でももうちょっとでいけそうな感じはあるな。うん、というわけで、まあ、ストーリーの方は、進めておきたいと思います。というわけで、まあ、海底神殿ですね、26章入ってから、2チーム編成が必要になるということみたいですね。で、まあ、装備も、まあ、それなりにやっぱり揃えておく必要があるということで、ことみたいなんで、まあ、その辺もちょっと25章とか4章とかまで来られてる方は、まあ、ちょっと先のことも考えて、あの、2チーム分の編成考えながら、キャラの育成とか、あと装備ですね、の確保とか、やっていくといいんじゃないかなと思います。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。